インターナショナルスクールあるいは国際学校とは主に外国人指定を対象にその所在する国や地域の教育システムに基づいて修学前、初等、中等教育を施す学校。異文化体験や国際的に通じる学歴取得の機会として選択されることもあり、その所在する国の指定の方が在籍者の比率が高いこともある。国によっては一つの国に いくつもの民族が入り混じる状態となっているケースが増えていることからインターナショナルスクールとして指定されている施設では多種多様さを重視しながら運営しているのが現状である。特に多民族国家となっている国では生徒も講師も多民族となっている点から生徒の国籍が60カ国以上という学校も存在している。なお、大学入学資格に家庭年数主義を採用している。 国の場合、学業成績優秀で早期卒業したものであっても、大学に入学できない例がある。日本でも、一定の資格及び家庭を取得したものについて、年齢制限を撤廃するなど、大学入学資格の見直しが議論されている。位置づけ、生鮮インターナショナルスクール日本においては、法令上の定義や規定はないが、文部科学省の中央教育審議会は、 インターナショナルスクールについて、主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を主な対象とする教育施設と捉えるのが一般的であるとの見解を示している。日本国内でインターナショナルスクールとして認識されている施設では、一部のものが学校教育法第83条に基づく各種学校として都道府県知事の認可を受けているものの、その他の多くは、 無認可校である。認可されている施設は全国に125校あり、その他の施設については、文部科学省として、数や実態を把握していないという。また、認可校についても、各種学校扱いであるため、日本人児童が通っても、中学義務の履行とはみなされない。すなわち、小学校や中学校に相当する家庭に在籍を、していても、インターナショナルスクールだけでは、 義務教育を終えたことにはならない。教育課程については、いずれの場合においても学習指導要領には、拘束されず、各校独自の方針により編成されることになる。インターナショナルスクールのうち、各種学校として認可されている施設は、全国で117校、そのうち主に英語で教育を行っている施設が24校、その他の施設が93校となっている。 上級学校への進学中学校相当のインターナショナルスクールを修了しても学校教育法上の中学校を卒業したことにはならないため公立高校では原則として受験資格が認められず私立高校においては各校ごとの判断次第となっている一方文部科学省が外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設で評価団体による評価を受けた 教育施設として対象となる学校として、日本の高校相当と認定した学校や大学、国際的な評価団体が認めた学校の卒業生らには大学への入学資格が認められている。二重国籍者に対する特例二重国籍者については、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、 他に教育を受ける機会が確保されていると認められる。自由があるときには、保護者と十分協議の上、就学義務の猶予、または免除を認めることができるとの通達が、昭和59年に文部省からなされている。歴史日本国内最古のインターナショナルスクールである1872年創立のセインとマウアーを筆頭に、1902年に開学したが2000年に廃校となった。 セントジョセフインターナショナルカレッジなど、明治時代に開校した老舗校、1990年代以降に設立された新設校、そして新旧根校ではあるが、保育園や幼児園のみで成り立っているプリスクールとなる。古くから存在するインターナショナルスクールは、クラブ活動など、学校間の交流、関係も深いが、新しい新設インターナショナルスクールは、 他校との交流、関係を持っていないことが比較的多い。また、急速に数が増えてきたプリスクールの多くも他のスクールとの交流、関係を持っていないことが多い。1924年には横浜の国際ビジネスコミュニティにより横浜インターナショナルスクールが設立された。世界で2番目にインターナショナルと称した学校であり、関東では高校においては 唯一の男女共学、無宗教のインターナショナルスクールであった。21世紀に入って、文部科学省がインターナショナルスクールや外国人学校の卒業者について日本の大学の受験資格を認める等の流れがある。最近では、千葉県海浜幕張地区に2009年4月に開校した幕張インターナショナルスクールのように、インターナショナルスクールでありながら、 学校教育法第1条に定められる学校としての認可を得た学校もある。一覧シンガポールでは人口の約3分の1が外国人で外国人駐在員が多いことからインターナショナルスクール等が多数ある。シンガポール統計局のデータによると2010年のインターナショナルスクールの数は38校であった。インターナショナルスクールには シンガポール日本人学校、シンガポールアメリカンスクール、スイススクール、オーストラリアンインターナショナルスクール、カナディアンインターナショナルスクール、グローバルインディアンインターナショナルスクールなど、外国の教育機関が運営する学校と、アングロチャイニーズインターナショナルやファ、チョンインターナショナルなど二言語教育を実施している、地元私立系のインターナショナルスクールがある。ミャンマーでは富裕層を中心に、 インターナショナルスクール進学者が増えており、高校卒業後、1、聖媒団主に合格して、国内大学へ進学、二、就職、または、専門、職業系学校への進学、3、インターナショナルスクールから国外で進学、就職という3つのパターンがある。ヤンゴンだけで、インターナショナルスクールの数は1000個を超える。インターナショナルスクールは、 イギリス式のシステムで運営されているところが多く、国際バカロレア認定校も数校ある。インターナショナルスクールからの進学先は、シンガポール、タイ、オーストラリアなどが多い。ありがとうございます。